見えるかな。ちょっと近くにおりました。皆さんこんにちは。パンフルート奏者の大塚進です。ただいまですね、ちょっと、近所のいつも練習してるですね、近所の森に来まして、ちょっと一曲吹いてみたんですけれども、先日に引き続きましてですね、野外コンサートのお知らせなんです。で、まず日時なんですけど、前回もお知らせしましたけれども、今度のですね、5月4日ですね、5月4日の、午後1時よりですね、この場所でから、ライブ発信でですね、YouTube の、ライブでですね、コンサートの様子をね、皆さんにお届けしたいと思います。ぜひね、その時間、5月4日の1時、私の YouTube チャンネルをね、ぜひおいでください。そこから始めたいと思います。で、これも繰り返しになりますけれども、共演はですね、ライアー奏者の素晴らしいライアー奏者のですね、天音玲さんと一緒に演奏しますが、最初私がですね、ソロで何曲か演奏します。なんとなくこの森でね、一人で吹いてる感じで始めましてですね、そこで天音さんが突然現れてきてですね、たまたまやってきて、じゃあ一緒にちょっと、やってみようかということでですね、何曲か一緒に演奏してですね、それからまた天音さんのソロがあったり、私のソロがあったりで、最後はシルバインギネさんのですね、私は大好きなね、サードロマンスとかね、それからカムバックとかって曲をですね、最後に演奏して終わるという感じで行おうと思ってます。で、皆さんね、ご存知の通りというか、もうここしばらくですね、なかなか外にも出られずにですね、外出自粛でなかなかこういう爽やかな気分も味わえないと思いますので、我々がですね、今回はお届けしたいと思います。ぜひですね、覗いてみてください。で、このやり方が、ね、うまくいけば、今後ですね、いろんなところで、いろんな時にですね、できるところからできるような状況でですね、環境でライブ発信をしていきたいと思っております。ぜひ、今回第1回目でやってきますので、ぜひご覧ください。で、まだこれからなので、今回間に合わないかもしれませんけども、YouTube の中にですね、スーパーチャットというそういう仕組みがありましてね、その仕組みを使いますとですね、簡単に、皆さんの方からですね、なんていうんですかね、投げ銭というか、寄付というかですね、カンパというかですね、もし演奏が良かったらね、で楽しんでいただけたら、何がしかもですね、カンパをできるみたいなんですよ。でもしそれをね、やっていただけるようになりますとですね、我々演奏者としましてもですね、今後このような状況の中でですね、すごくなんていうんですかね、見通しが立ってくるんじゃないかなと思いますのでね、今回間に合うかどうか分かりませんけどもね、ぜひそういう仕組みができ次第ね、始めたいと思いますのでね、よろしくお願いします。で、この場所はですね、近所の森なんですけれども、私の生徒さんとかね、それからパンフルートの仲間とかの人は、なんか突然遊びに来てね、なんか一緒にブラブラ散歩してたら、この場所に来ちゃったという感じで来てくれる人もいるみたいなんですけども、一般的にはね、お客様を今回は呼びませんので、YouTube のね、画面からですね、できれば大画面にしてね、ご覧ください。とても爽やかな曲を中心にね、演奏したいと思います。今やったそのルビシーのシリンクスもね、やってみたいと思うんですけど、うまくかどうかね、大体こんな感じになります。ということで、5月4日午後1時、私 YouTube チャンネルでお会いしましょう。では、ありがとうございました。これでいいのかな。